はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、お宝強奪スリリングシャークゲーム、シャーキーシャークです。はい、こちらですね、トイザラスで見つけたドキドキ系のゲームですね。はい、なんかこのサメが口開いてるうちにお宝をこう取って、うん、どっちが多くお宝をゲットしてるかっていうゲームですね。はい、開けていきましょう。はい、よいしょ。そのままシャークが出てきた。よっこらせ。うわ、開いた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 。で、これがお宝、これが釣るやつか。ああ。じゃあちょっとセットしていきましょう。うい。はい、こちらがですね、シャーキーシャークのサメですね。うん、本体になっております。で、ここ口こんな風に開きますね。うん、中にお宝を入れるわけだ。はい、で、一回これね、カチッと上までやって、うん、右のヒレがですね、はい、ゼンマイになってますんで、おそれをちょっと待って、ちょっとだけやってみるか。うん、こんな感じ、はい、こんな感じで閉まりますね。うん、はい、だからこの閉まるまでにお宝をゲットしなきゃいけないわけだね。はい、それでサメの口の中に入れるもので一番多分高いやつが宝箱、4つありますね。はい、船の舵も4つありますね。ブーツも4つありますね。うん、これはお宝とは言えないかもしれないけどね。確かに。最後に魚の骨も4つありますね。はい、これ一番お宝じゃないね。うん、それでこういった竿を使ってこうやって引っ掛けて取るわけだ。はい、ああ、じゃあセットしてやっていきましょうか。うん、はい、では今セットしてみましたのでやってみましょうか。うん、一番こっちまでやるね、ヒレをね。はい、じゃあスタート。うわ、ちょっと待って、動いちゃった、動いちゃった、やばい。じゃあまずは、よし、1個ゲット、1回ゲット、よし、2個ゲット。あー、やばい。あ、怒り、怒りゲット、怒りじゃねえや、なんだっけこれ、宝が欲しい、宝が欲しい、なんか、あー、もう終わった。早い、早いな、両方負け。これは、パパは2つでした、宝は。姉ちゃんも2つ。そっか、同点だ。もう1回やるか、じゃあ。うん、いきますよ、スタート、スタート。これね、怒り、怒りっていうか、この、よし、一つ、一つゲット。よし、宝物ゲット。よし、宝物ゲット。やばいやばいやばい。そろそろ音が。よし。あ、やばい。よし、ブーツゲット。よし。すごい。負けた。パパが10秒ぐらい待つよ。うん、タンで。はい、わかった。いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、いくよ。ちょ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 、これやばいな、やばいな、これもう終わりだ。あー、やばいやばい。ちょ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 、1つ、1つゲット。あー、1つでした、パパは。僕は2つ。あ、連続でやろうか。連続って 3回戦を連続でやって、うん、どっちがどんだけ取れるか。ああ、そうね。うん、ああ、それいいじゃん。じゃあパパは7秒半でさせてください。はい、いいですか。はい、3回連続でいきますね。うん、はい、1、2、3、4、5、6、7。よし、7秒半で。ちょっと、今エちゃんの顔に当たった。当たった。やばいやばいやばい。やばいやばい。しっかりやる、当たった。よし。やばいやばい、もう閉まる。もう、よし。よし、じゃあ2回戦目、2回戦目いきます。パパ7秒半でまたね。せーの。1、2、3、4、5、6、7。よし、あ、1個見た。よし、2個目。音がやばいやばい、閉まりそう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 。よし、閉まりそう。ああよし、じゃあ最後の3回戦目いきます。はい、ガチャ、せーの、1、2、3、4、5、6、7。よし、はぁ、よかった。邪魔しないでくれ、邪魔しないでくれ、取れない。よし、取った。
やしちゃった。やばい。やばいやばい。もう止まる。もう止まる。あと魚の骨。ああ。ということで最終結果ですね。パパは1、2、3、4、5、6個。僕は1、2、3、4、5、6個。同じ。同点。同点なんだ。なるほどね、うん、でも面白いね、うん、できればでも音声入ってるわかった。うん、そこだけ欲しいみたいなやつがあってガチャンってしまったらより面白かったかな。うん、ドキドキ系ゲームですね。こういうのよくあるけど、うん、このゆらゆらするとこがいいよね。うん、これで取れなくなったり取れたりっていうのもね。これだからみんなでこうほじほじするからさ、どうしても揺れるしさ、うん、これなかなか面白いね。うん、楽しかった。はいはい、ということで今回はお宝強奪スリリングシャークゲームシャーキーシャークでした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、余ってるからあのマイチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。よく言えた、よく覚えてた。ああ結構いいよ、結構いいよ、パパいいよ、パパいいよ。よし、ええじゃん、ええじゃんよ。はい、もうしばらく、もうしばらく、よし。オッケー！はい、ということで、今日もやっていきましょう。質問回答コーナー！イエーイ！ほい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 。テンション高すぎだね、これね。はい、それではですね、一つ前の動画、クロコダイルジャーキーの動画のコメントに対する回答していきたいと思いますね。はい、721キニチャンネルさん、クリスマスのカレンダー楽しみです。あー、これはですね、次の動画でやりますんでね、はい、12月1日にやりますんで、はい、楽しみにしててください、はい、そして、イウさん、マヤラさん、いつも動画見てます。ストームトルーパーのボイスチェンジャーは買いますか。これブラックシリーズのやつでしょ。あー、いやね、買いたいと思ってます。あのカイロレン の, あのマスクが非常にね出来が良かったからね、ストームトルーパーのもできれば買おうかなと思ってます。これジャンゴとかボバも出てほしいんだけどね、うん、高橋優子さん、はい、エイシン君テンション低い。あーごめんなさいもうね、どうしてもねワニを食べるってなるとエイシン君テンションすごく下がっちゃったからねはい、じゃあ今回最後ですね、あっくんさんです。人間って何でも食べるんですね、笑い笑い。エインシンくんだけだよね、多分学校でワニ肉食べたの、笑い笑いって書いてある。エインシンくんになってるけどエイシンくんですね、はい、多分そうだろうね。小学校でワニの肉食べたことあるのエイちゃんだけかもしれない。うん、特に2年生ではそんな気がする。エイちゃんだけだと思う、うん、もう高学年6年生とか5年生のお兄ちゃんってくると食べてる子もいるかもしれないけど、うん、はい、今回のですね、シャーキーシャークの動画のコメントの回答は次の動画でやらせていただきたいと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしててください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。